幸せとは分かち合えるもの、悲しみは分け合うもの。雨なら傘になって、晴れたら影を作って、いつもだって守ってくれた。高校生の頃とかは反発して、まあ、なりたくないなとは思ってたんですけど、社会人になって実際働いてから、いずれはちょっと帰ってこようかなっていう気持ちはありました。帰ってくるんだなとは思うな思うやったんだけど、成長が見れるのはいいですよね。太陽も月も大丈夫。もう終わりよ。自分のところでやっぱ産ましたっていうのは大きくて、なんかずっと子供の頃、赤ちゃんの頃から大きくなっているんで、もうそんなに大きくなったのかというか、親心じゃないですけど、近づいて触ってっていうことがたくさん機会として増えましたので。そういった面ではすごい牛のことをよく知れたかなと僕は思ってます。普通の仕事と比べたら家族一体となってできてるんじゃないかなと。僕はここで育ったんで、ここの良さも知ってると思ってるんで、そういった部分は子どもたちも体感してもらいたいなと。ささやくように